こんにちは、永遠の猫さんです。本日2週間ぶりのメイドオブスカーをやっていきます。これね、一度録画失敗しましてね、あ、ちょっと待って、また再度撮り直してるんですが、ちょっと日本語バージョンにできるみたいで、これ今日本語にしたんでね、初めからはやりたくないですけど。うさぎが、で、まあ、今回の敵はね、これですね、この人。ちょっと待って、待って、バッカバッカ、何こいつ、待って、何してんのこの人。え、どうやってさ、息止めるんだっけ。あ、これね。え、なんかついてきてない。あ、ついてきてないよ。はぁ、びっくりした。いつもなんかヒントとか、え、このおじさんは咳とかしないのかな。うわ、マジかよ。おお、ちょっと待って。無理だって。無理。音はやばい。とりあえず、ちょっと重い。ん？あ、犬がいるわ。行きたくねえ。あ、ちょっと待って、なんかいなかった。絶対いたよね、今。あ、気のせいだ。お墓が、これ、あ、でも丁寧に埋められてるから、別に。え、ちょっと待って、これ、え、誰？え、本当にこれやらんといいかな。あ、ぽいね。一つだけちょっと豪華な。豪華？ここは日本語にならないな。あれさ、絶対目見えてないよ、本当に。ちょっと音うるさいな。待って、もう音がうるさい。なんかこんな音起きちゃうんだろう。おお、なんで見るの？ちょっと待って。わかるの？どこ？あ、あ、びっくりした。自分で操作してないのと思った。うわ、刺さってるし。これでの穴覗いてきたら怖いけどね。ん？あ、日本語になったんでね。読めるかこれ。どうやって読むんだ。親愛なる兄弟姉妹へ、歌声の力を浴びながら称えるべく、語らざる者の最高議会へ諸君らを招待したい。この力もいずれ我々が操れるようになるだろう。復活の儀式へ参加する上で諸注意がある。心に救う脆さを捧げるため、肉と骨を生贄にして必ず持参すること。
また生贄にたかる寄生虫を恐れぬよう語らざる者の衣類を忘れずに着用すること。沈黙の愛弟子プルーデンスが司祭の役職を申し出てくれた。これは我々全員にとって実に栄誉なことである。司祭の任命式は兄弟姉妹集まる会合で行う。ジュペティア・ウィリアムズ。ジュペティア。なんか、ウィキペディアみたいな。ちょっと待って。ジムナッショと。え、これ出てこない？ゾンビではないか。え、これちょっと待って、開けた方がいいかな。ちょっと待って、先に。あ、ちょっと開けとくか。一旦セーブ。あなたがそういうのなら早いな。これは読めない。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。Well, how should I fucking know my brother's mind? Fucking hell, lass, are you bloody well gonna sing or what? Fine. Littering garden bow with life. 父親は歌わせようとしたい。この、なんだっけ、名前忘れちゃったな。このヒロインの人は歌いたくない。かな？ちょっと録画できてるか確認を。今録画できていること確認できたので、また始めますね。とりあえず、ちょっと待って。足音で。いやー、ちょっと待って。あ、はしごね。はいはいはい。なんだ？あ、ランタン？ランプ？ちょっと一旦、あれだわ。これ先に進んでね。ん？え？二つ道があるよね。あ、違うわ、いけないんだ。なんだ？え、ちょっと待って。何あれ？あれ、なんか、クッパ城のピーチ姫を助けるやつじゃない？あ、これ絶対席するやつだ。するよね。あ、だよね、だよね、だよね。やめてくれ。1874年2月3日、100年に一度あるかないかの嵐が昨晩島を襲った。沖合に一艘の船が見えたと聞き、親父は灯台の明かりを消せと命令した。スカーポイントの東側、岩場の多い海岸で船が座礁したと報告があった。巨大な船体、刻まれた文字と刻印、そして左舷にはイギリス海軍の、よいしょっと。どうした？どこまで読んだっけ。座礁したと報告があった。巨大な船体、刻まれた文字と刻印、そして左舷にはイギリス海軍の船、プロビデンス号の名前があった。俺はそのスケールに圧倒された。1874年2月10日、親父の指示を受け、連中は船の残骸をスカーポイントも下の洞穴へと移した。金になりそうなものを船から取り分け、貨物室の中から回収する。
1874年2月11日、損傷激しい船の貨物室から埋もれていた生き物を発見した。俺が見た、今まで見たことのない生物で、今にも死にそうな様子だった。妙な歌を歌う生き物だったが、弱っていた。弱りかけていたのは幸運だったなと、親父は振り返る。数名が貨物を降ろそうとすると、生き物の周りにいる奴らはおかしな行動を始めた。その生き物はより弱りきっていたというのに、歌うと連中の様子がおかしくなるらしい。こいつは面白い。何も面白くない。親父もまんざるではない顔だ。知恵を持たぬこの動物を調べてみると、どうやら歌を歌うことで餌をおびき寄せ、そいつを食べて空腹をしのいでいるらしい。ちょっと長いんでね。親父がスカーポイントの上にこの生き物を運び、船をおびき寄せようと灯台に鎖でつないで、こうすれば船もここへ流れ着き、稼げる見込みも増える。愛しいプルデンスに協力してもらえれば、この力をもっと利用できるだろう。おお、親父に話をして、これ生き物を使っていいか許可を取るってことね。あの、ホテルの支配人の息子かな？何これ？ああ。来ないな。ん？あ、こっちね。え？行き止まりじゃない？あ、これ。音がする。いるじゃねえかよ。マップ使用不可。なるほど。マップに頼るなって。無理や。あっち行けるんじゃね？あ。なんかあそこ怪しくない？何？あ、ちょっと待って、待って。え、何この男、本当に何なの？え、あ、なんでこの主人公さ、え、マジで。あ、ちょっと待って、なんで外すの？走ると外す？あのさ息を両手で口を押さえてさ、その後にさ、はぁっていう息で、あの、バレるのをやめてほしい。どこ行った？さっきの。右歩いてるね。とりあえず、あ、なんかボタンあるわ。え、バレてない？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 大丈夫？走れ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 。オッケー、いけるいけるいける。早く。オッケーオッケー、大丈夫大丈夫大丈夫。いけるいけるいける。どうしたらいい？次。何が動いてるの？一匹だけ反応したの。もう一匹は？あ、なんかあるわ。は？一つしかあかん。真ん中いるけど。あ、違う。え、真ん中ってどこ？あれ？あれ？さっきあの人が守ってたところ、そこか。オッケー、いけるわ。よし、オッケー、いけるいける、走ればいける、走ればいける、走ればいける。充電切れたんだけど、ちょっと待って、充電切れた。すいませんね、ちょっと今充電切れて。マジか。待って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 、え、これ取れてる？あ、申し訳ないです。充電が切れた上に、なんかちょっとコントローラーがおかしくなったので、ちょっと別のコントローラーで今やってるんですが、非正規品のコントローラーなんで、ちょっともしかしたら
バグが起こるかもしれないですね。ちょっとなんか操作性もあんまり良くないので、どうしようかな。まあ、でもやるしかないもんな。ちょっとね、もう一つのコントローラー充電しながら様子見ですかね。なんか壊れたような感じが、ちょっと充電されないされてないんで、今ちょっと動画少し見たんですが、ちょっと音質がね少し変わっているので、なんかお使いのね携帯とは正常なので、こちらのちょっとねコントローラーの影響で音質が少し変わっているので、まあ、ちょっと不便かけますが、よろしくお願いします。引き続きじゃこちらでね、さっきここやって、でそれでまあ動かしたよね。そう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 、それでとりあえずこっちやって、でどっから来るかもわからないトロッコ、ってるよな。でこの人はあっち行って、忘れてた、これやらないといけないんだ。一旦これやってね、さっきそれ突っ込んだんですよね。これスタミナもしかして、いやあるかもしんないけど、さっき多分ここに来て、オッケーオッケーオッケー、電源落とした、電源落とした、ちょっと待って、これでこれ早く、開けよう、無理、早く逃げて、早く逃げて、ちょっと待って、早く、あ、これか、オッケー、意外と簡単なステージで助かりますね。あれ、あ、こっちか、はい、いるじゃん、あ、違う、火が燃えてるだけだ、なお城みたいなところ、音がなんかすごい聞こえる、え、人じゃないよねこれ、違うか、あ、まいったな、何もない、あ、なんかあるわ、ジュベダイアが書いた儀式の名も、あ、え、ちょっと待って、読み忘れた、読むの忘れた、これエリザベス、エリザベスっていうのあの人、あ、これだわ、読んだ方がいいかな、なるほどね、あー、はいはいはい、ゾンビみたいな感じですね、ゾンビをただ刺激するような内容でしたね。何も特に、ん？これは、あ、え、あ、回復じゃん、やった、え、どうやって回復するの、 R1、 え、待って、今飲むなよ、青だろこれ、自分なんだけどさ、飲めるの、違う違う、今息止めなくていいよ、バカでしょ、音でかすぎないこれ、オッケーオッケー、何もオッケーじゃないんだけどさ、どうこれ、どっち行けばいい、あ、マップあるんじゃない、え、とりあえずね、お、あ、これは何、よくわかんない、何もいない、綺麗な音楽と鳴き声が聞こえる、多分これ左から聞こえてるかな、え、ちょっと明るすぎない、いや、やだよ、音がでかい、え、見えない、なんなん、
ですね。ちょっと申し訳ない。お使いのコントローラー正規内に欠品動作しない可能性があります。マジ？ゲームオプション難易度はイージーでやってるんですよ。怖いから。字幕のサイズじゃなくてグラフィック？明るさ少し下げて。あー、下げても見えないな。ちょっと申し訳ない。もう少し下げよう。こんぐらいか？あ、それでもわかんないな。多分あれ、なんか、顔焼いてるんじゃないかな。やばすぎるでしょ、あの人。あ、早く、早く、早く。待って、バカ。え、ちょっと待って、待って、待って、待って。行き止まり？行き止まり？え、待って、ちょっと待って、待って、待って、こっちか。柵なんかどこでも飛び越えるよ。早く走って。ため息っていうのはね、幸せが逃げるって言われてますが、まあ結構気持ちとかを落ち着かせるためにね、ため息つくこともね、大事なんでね、たまにため息つきますが、悪い意味で使ってるわけじゃないんでね、ちょっと動画撮れてるか確認だけ。いけるいける。このね、もうね、まっすぐの道はまっすぐで走った方がいいんだけど、あのね、ちょっと待ってね。オッケーオッケー。大丈夫だね。後ろオッケー。後ろオッケー。これよく信号でね、手上げて？違うな。よくさ、あれ、渡るじゃん。右左見て。それと同じ。大事。あ、よかった。ナイス。え、あ、したいかと思った。オッケー、セーブ。あー、チャップリンみたいな、この人。I need to tell someone. 誰かに伝えないと。Get all of this out. Get this down somewhere. My father does not know that I'm making this recording. But I need to confide in.Well, in you, mother. He has been pushing me more and more in my lessons to sing as you once did. But there is something else. There's a mania to his actions of late. He seems consumed with his latest scheme to revive the hotel. But it is more than that, too. Both he and Abraham have been so agitated of late, and they argue more than before.I overheard them in heated discourse over a guest who had disappeared, I assume without paying. My father was furious that there was nothing that could be salvaged from it. And mother, you have never heard such language. I know our finances are dwindling and his heart is set on restoring the glory days of Scare Hotel, but he sets so much on my shoulders. I'm not sure if I can do it, mother.I'm not sure if I can be you. 終わりかな？なるほどね。とりあえず多分、予想はね、なんかホテルの経営が厳しいみたいで、それで娘が多分歌うまいのかな？で、無理やり歌わせようとしてる感じなのかな？多分。ちょっとなんか違かったら申し訳ないですけど、とりあえずまあ、よし、 OK。 そうまあね、それで多分これ多分ね、トーマスっていうこの主人公の男なんですけどね、多分
その、何、エリザベスっていう、おぉ、びっくりしたな。いるじゃねえかよ。あ、マップ見れた。エリザベスを助けに来た感じですね。目標書いてあんじゃん、ここに。マジか。ホテル周辺でシリンダーを探す、ホテルへ逃げ。何言ってんの。こっちの正気。今、ホテルから出てきて、ホテルにさらに逃げ込むってこと。いや、正気の策じゃないよ、この男、トーマス。あ、なんかある。で、とりあえず、どこまで話した、まあ、このヒロインね、トーマスの多分、彼女さんかな、何体もいるな、なんか。彼女さんを助けるって感じだね。まあ、多分トーマスに助けを求めたんじゃないかな、って思う。みたいな、多分ストーリーじゃないかな。ちょっと音が怖いよ。オッケーオッケー。余裕よ。よし。マップが小さすぎて見えない。画面に近づかないといけない。でも、ちょっとめんどくさいから。あ、なるほど。こうやっていけるじゃん。やった。やった。ちょっと待ってね。オッケーオッケー。いるし、ふざけんな。後ろは別に行かなくて良さそう。オッケー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 。いけるよ、いけるよ、いけるよ。なんか目の前に誰かいない？お、びっくりした。ああ、ああ、ミンチだった。ミンチって、家にいる猫。ビッタ。覗いてた。いるじゃねえか。お化けより、お化けじゃねえ、なんだい、この人間たちよりマジでびっくりした。ご飯食べな。なんなんだよー。おっ、あのおじさんもしかして優しい人なんじゃないかな？ん？オルコールの音？なんかオルコールの音するとなんか近くに人形ある。あれ罠だろ、オーニョゴール。絶対罠だと思うんだけどさ。そうだよね。ちょっと待って、怖すぎる。オッケー、大丈夫。いけるいけるいける、余裕。よし。ご飯食べた？いや、こっちさっきのところじゃない？どういうこと？あ、行き止まりだ。これさ、後ろ振り、いないよね。オッケー、余裕。怖い。多分ミンチにとったら、今のこの叫び声の方が怖いと思うんだけどね。こう一人で、このさ、電話よ。電話、どこにある？こいつじゃ違った。エリザベス、エリザベス、電話に出られるか。トーマス、Yes, yes, I'm fine. お、But I feared the worst had happened. You were gone so long. ずっと電話がなかったから、あなたも連れて行かれたんじゃなくて、ちょっと怖くて。犬のことなんだが、エリザベス、男が拷問されていた。残酷な儀式だった。犬のことなんだが。よって、亡くなった母が飼っていた。あの子を無事でいてくれたら。おじがあの子を捨ててしまうのも心当たりがあるわ。エリザベス、男はゴン、あ、ちょっと聞こえるんだけど、喋って大丈夫これ。彼らは何をしようとしているの？哀れな魂よ。
You must be on your guard. トーマス気をつけてね、止まらないようにしなきゃ。それはね、当たり前じゃん。言われたくても分かってる。 It is so good to hear your voice again. あなたの声が聞けてよかったわ。へえ。Just to hear your voice again. あなたの声をもう一度聞きたい。こっちは聞きたくない。怖いから帰りたい。帰らせる。目標更新された？ん？シリンダー、スカーポイントの様子を確かめる。スカーポイントってどれ？は？ちょっと待って。え？よく見たらさ、あ、え、あれってセーブポイントだよな。大丈夫だよな。あ、よかった。またあんなところまで戻るのかと思った。じゃあこれとりあえずは上に行けばいいんだね。オッケーオッケー。よし。ああ！マジ。え、待って。今の気づかれた。あ、違うわ。あ、こいつか。さっきのあっちで、窓越しに、壁越しになったオルゴル人形。もうマジで頼むからやめてくれよ。な、なんなの？あのさ、あれ、犬まで脅かしてくるってやばくない？ちょっとごめんね。今のあの、あ、鹿ちゃんこれ、人間かと思ったわ。あ、これ罠があるわ。これ引っかかってみようか。あ、引っかからない。すごっ。これ最新の、最新？さっきの、え？なんかこれ反応したよね？あれ？気のせい？多分犬がこれ捕まってんじゃない？あれみたい、バイオハザードの4。リメイクはやったことないけど、あの、ゲームキューブの方はやったことあって、すごい面白かった。お、いた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 。こいつカリオペじゃね？違う違う違う。あれ、こいつ、さっき脅かし犬？もしかして。さっき何喋ってた？忘れちゃった。おうおうおう。人間みたいな目してる。このね、犬がね、普段目真っ黒なんだけど、なんか若干、白目が出た時って、ストレス感じてたりとか、嫌がってる時とかがあるみたい。ちょっと雑学少し挟んでおきますが、まあ多分個体にもよるとは思うけど、はあ、意味がわからない。あ？ベルがある。あっち刺してる。あっち刺してるよな。左？右？右？これか？これ？え？あ、動かんな。ちょっと行く？すいませんね、たい焼きに話してる。いや、合ってるのか。ただこれ反対方向に向くって感じ。こちらは本当は真ん中にやるんじゃなくて、あれ、やっぱそうだよな。多分間違ってるよな、これやり方が。あ、これ時間かかりそうなやつだわ。謎解きで難しいんだよな。あれ、止まった。開いちゃったよ。これ座ったらすごいなんかおかしいよ。やめてよ。よいしょ。ゴミ箱は去っちゃいか。
これあれじゃない？あのさ、死んだヒーローとか書いてあるけどさ。あれだ。スパルタ兵。なんかやったんだよな。雑学で。忘れてた。メリオダス。違う。誰メリオダスって。どっかの英雄？なんだっけ、スパルタのさ、何もなかった。なんかあったよね。はぁ、いるじゃねえか。不可能じゃねえ、何これ。いや、案内してくれてるわ。あ、なるほどね、これ案内人だわ。なんだ、やっぱ優しい NPC。 大丈夫、ここ罠だよね、引っかかってみようか。あ、やっぱダメなのね。なるほど、これこうやっていけばさ、いけるんじゃないかな。あ、やっぱほら、案内してくれてるわ。あの、歩幅を合わせてくれる優しい老人。いや、老人なのか。案内ご苦労、ありがとう。案内ありがとう、ありがとう。オッケーオッケーオッケー。開けて、早く。エリザベス、この静けさには耐えられなかった。こっちも耐えられない。帰らせてくれ。え、あ、音がなくなった。え、ちょっと待って、本当に音がなくなった。あ、ないわ。しつこいってね、しつこいのは嫌われるよ。オッケーオッケー、いけるいける。オッケー、余裕で回復回復。これ今度は飲まないよ、絶対飲まないで。なんかがあるって。これ、あ、何もなかった。オッケーオッケー、よし、オッケー、いける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 。突破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 。オッケーオッケーオッケー。取ったらまずい、取ったらまずい。取るな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 、絶対来るって。これ後ろ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 、なんだよこれ。モンスターボールじゃん。え、モンスターボールじゃん。おー、装備を装備する。あ、装置ね、装置を装備して、装備して。あ、投げない感じの。ちょっと、なんか他に呼びたかった。読む。ちょっと待って、紫色のガスは恐竜だ。この人、これを儀式に利用できないだろうか。できねえよ。急げ。あ、これ、セットポイント。いけるいけるいける。早く。はぁ、あ。ああ。こっちがなくないわ。エリザベス。泣き声だけ。ある意味ホラーだよねこれ。精神削ってくる。これってミュートの仕方って分かんないよね。あ、これかな。ご飯もない。ちょっと一旦止めますね。とりあえず戻ってきたんでね。びっくりした。
たい焼きがそこから出てくる。うちの猫の話聞いてるよ。後ろにないよね。ちょっとさっきのところさ、見てみたいんだよね。いるじゃん、ちょっと待って。ああ。え？モンスターボール使用不可。残念でした。脳みそ？骸骨？エイリアンのか？あ、トーマス。あ、びっくりした。あ、これ使えない？使えねえじゃん。一回限りかな。もったいない。さっきのならチェイスで逃げれたでしょ。チェイスっていうのはね、あの、追いかけま、ごっこ。追いかけっこ。すごい人？あれ電話か。オッケーオッケー、いけるよ。あそこハテナがあるわ。これ人間でしょ。こんにちは。あ、なるほど、やばい人、やばい人。生クイック持ってるわ。偽物だけどね。こうね、音がさ、あのバレた時の音みたいなんだよね。ドゥドゥーンっていう感じの。ちょっとそこがさ、あれじゃない？ちょっとひどいよね。開ける。うわ、いるし。このマップから探せってこと？で、あそこに敵がいる。多分さっきみたいに何かヒントがあると思う？ん？何これ？あ、こいつの頭がないってこと、あいつに取られたんだ、頭。怖っ。これ、これにあんじゃねえかい？光が差し込んでる。てかさ、思うんだけどさ、ホラーゲームの人たちってさ、ホラーゲームに出てくるさ、人たちってなんで夜に出かけよう。夜行った。え？夜探索しようと思うんだろうね。覚悟、オッケー。オッケー、大丈夫、大丈夫。いける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 。あ、なんか光があるわ。これ、これ、これ、これ。オッケー、チェイスなら任せ。オッケー、オッケー、オッケー。あ、ちょっと待って。ラブシュ、ラブシュ、ラブシュ。取れ、早く取って、早く取って。おお、おお。あ、一撃じゃない。オッケー、いける、いける、いける。これ、これ、何これ。いやいやいや、ちょっと待って、待って、待って、どこ？何あのドア。あ、これだ、これだ。いける、いける、いける、いける。ちょっと待って、一回回復しよう。二つあるからね、回復。ちょっと待って、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 待って。早く下げろよ。ああ、下がってたわ。オッケー、オッケー、いける、いける。誰こいつ。ちょっと顔、怖っ。顔なしじゃん。オッケー、いけるよ。待って、これさ、これさ、一つ開けるまで時間かかるわ。絶対そう。どこ行った？え、巻いた？まさかの。あ、余裕。よかった。あ、待って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 、なんか開かないの？左が開いてないってこと？ちょっとこれ、後でさ、よう確認じゃない？あの、録画。下がってるし、下がってるじゃん。何？この、なんでここに道具が詰まくの？この人。オッケーオッケーオッケー。はぁ、下がってなかったじゃん。え？下がってる？今下がってたよな。上げればいいのか。これなんかチェイス要素、チェイスがあればなんか余裕だね。あ、余裕じゃないわ。調子乗った。オッケーオッケー。あ、でも余裕だ。あ、いけるわ。余裕。チェイスは最高。チェイス、チェイス、チェイス、チェイス。オッケー、オッケー、オッケー。何もないね。オッケー、オッケー。よし。はあ、オッケー、もう大丈夫。いける。あと30分。あと30分やろう。大丈夫。
まあね、ちなみにね、防音使ってないんでね、近所の人から多分ね、もしかしたら何か言われちゃうかもしれない。いや、私は大丈夫だと思うけど、今度防音のあれ、変わっていかんね。これね、ヘッドホンにね、お守りついてるんですよね。何のお守りだっけ？交通キーが？目標が更新された。電話に出る。電話？出たくないよ。そんな。出るわけないじゃん。誰から電話来たの？ん？あ、何もないのよね、これ。これさ、出してほしいって言ってるでしょ？なんで出るの、この人。やばくない？やってること。ちょっと待って。は？ま、自分で今ボタン押したんだけどさ。まさか出れると思わんじゃん。ドア叩いてんだしさ。てか、あのシャツドア開けれないの？なんで？起きた。2階にね、母親がいるんでね。まあ、敵はいなかった。ここ、早送りかかったな、カットだ。これ、無駄に入っちゃった。よし、できる限り音を出さないようにしよう。しましょうか。OK、出したくないんだよ。出したくないのはわかる。出したくないよ。怖いもん。だ今度あれ、いつかね、パソコン、まだ、ビジネス用のパソコンなのかな、なんだろう。ゲーミング PC じゃないんだけど、C っていう、なんかね、声を出すとダメなホラーがあって、それもやってみたいなって。何これ。音声発生機のカードリッなんだろう。あ、ナイスナイス、最高じゃん。オッケー、素晴らしいわ。何この人、優秀。ドンドン、おう、ごめんなさい。勝手に入ってごめんなさい。帰ります。帰らせてください。OK です。あ、止めたあの人。怖すぎ。多分あれ、多分ね、UH とか嫌いなタイプだと思う。とりあえず。OK。今行けるんじゃない？こっちなんで来る？もうこれさ、マジこれ。お、なるほどね。さっきのどこにいたっけ？森での案内みたいな感じで優しいのかと思ったけど、そうではないか？もしかして？あ、いやいや、そうだわ、優しいわ。この人案内人としてね、ここの遊園地で、勤務してくれてる方でね。バレてないよ、バレてない、バレてない、バレてない。オッケー、オッケー、この。ちょ、バレた！あ、やっぱこれ開くじゃん。クラーケンの鍵。パレゾーの鍵。いや、用途が来た、きっと、ちょっと待って。今の読みたかったけど、無理、無理、無理。もう二度と読まない、あんな看板なんて。読める。日本語だ。音楽のペンダント。楽譜、トーマス・エヴァンス。え、自分の名前。まさかの。やめてくれよ。ボールドウィン、オーベストニック。ラム酒じゃなかった。シリンダーヒーロー。音声8世紀。モンスターボールじゃなかったね。クラーケンの鍵、パイレーツ・オブ・カリバー。開けろよ！バック、何してんのこいつ。
え、何してんの？回復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 。え、何してんのこの人。ま、え、何してんの本当に。え、何が。え、どこに、どこに行けばいいの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 。待って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 、咳すんな、咳すんな。おぉ電話、電話出て。オッケー、ナイス。え、待って。あなた無事でよかった。いや、無事じゃありません。つかえ、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 出るね。待ってくれよ、もう電話しよう。なんだか屋根裏は外の危険な匂いがするわ。もう一回喋ってくれ。喋って。終わったわこれ。あ、なんか落ちてるし、意外と死なない。はい、元気ですね。はぁ、あ、マップ見ればよかった。でも今のなんかあるって分かってよかった。部屋は余さず調べましょう。シークレット要素、シークレットなんてあんのこれ。無理だって、そんな探す余裕ないから。ホラーゲーム初めて、初めてじゃないわ。小学生の時に何かやった、虫殺すやつ、なんだっけな、夢、あ、あ、こっから、どこ、ここ、こ、こ、こっから、しかも、いや、これはもう余裕なんでね。ラム臭さえ取れば、もう、こっちは無敵で。これ、一回つけちゃってね。もうさっきもこれ、やったんでね。もう余裕。余裕余裕。オッケー、一回。もう、多分ラム臭もすぐ取れると思うんでね。なんでこれ、開かないの？いや、待って。あ、そういうことか、さっき開かなかったのって。開かなかった。下ろせなかったのってさ、そういうことだよね。これ、一回ずつ開けないといけなかったんだ。全く敵の数は3体。チェイスはね、いろんなゲームでやってきたんで大丈夫です。多分コールデューティーとかすごい面白かった。あのねボタンを間違えるんだよ。 R2 と×を間違えるの本当に。 R2 じゃねえ、×ってさ普通ジャンプじゃん。で、丸はさ、あれ？早く開けよ。 OK、 ここでラム臭オンです。よし、ラム臭じゃないんだよな、そもそも。またあれやれってこと？意味がわからない。 OK、 よし。やっぱホテルだから従業員が多いのかな、これ、ここは。これ、エリザベス逃げたくなるわ。こんなさ、あんな、怖い人たち。無理だって。なんで普通の人間たち、あれ、顔焼かれたんだろうね。あれ、残酷すぎない？従業員として、いや、雇ったら無理か。金銭面でやばいのに雇う必要ないか。あ、これで一回断層込めて、オッケーオッケー、よしよし、オッケーよ、オッケーオッケー、いける、絶対いける、絶対いける、いける、いける、余裕だ、オッケー、もう1回目は余裕だ、1回目は余裕、オッケーオッケー、さあ行こう、さあ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 、オッケー、ナイス、この素晴らしい、逃げろ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 、さっき右行った、左行こう。死にたくない、頼む。とりあえずセービング、セービング、セーブ、セーブ、セーブ、どこにある、
電話が鳴ってるんだけどさ、どこで鳴ってる？つかさ、セーブどこ？書いてないんだよね。じゃあさっきのアイテム取りに行こうか。さっき電話があったしさ、ついでに電話出よう。次のセーブでもうやめよう。もう十分でしょ。OK、電話出るよ。どこで？なんかあるんじゃないかな、ここ。なんか落としない。これ、ここで捕まったらさ、積みだよね。さっき積んだもんね。なんとかシリンダーが見つかった。あ、見つかったじゃん、そういえば。忘れてた。嬉しいニュースね。これで私は自由に産みよう。マジで。すっげえ簡単。他はどこにいるか知っているか？どういうこと？何か？ごめんなさい、私には。父とたくさんの秘密を抱えている。それやっと明るみに出る。ホテルにシリンダーがある2階か3階。Look for a way to reach me. Some means to come here to the attic. 屋根裏行くよ。おお、後ろになんかいる。後ろ見たくない。2階にまで行く方法を探す。わかった。あれだよ。知ってるよ。2階に行く方法。エレベーターでしょ。あと こっちさっき来たわ。電話でセーブポイントがない。どれセーブポイント？なんかマークがわかんないんだよね、これ。セーブポイントどれ？多分書いてあるんだろうけど、ちょっともう、いやー、何もいない。あ、わかった。ない、ナイス。もしかしてこれセーブポイントじゃない？ナイス、よかったな。素晴らしい。さあ、この人たちを煽ろうか。回復薬いっぱいあるじゃん。なんで飲むの？意味がわからん。持ってたんだ、しかも。使うんじゃなかった。じゃあ最後にこれでモーニングヘラルド。第175号、全20ページもあるの？中の1ページ半数。ペンス半。高い評価を得る作曲家のヘンリー・ヒューズ氏がロイヤル・アルバート・ホールで最新作を上演予定。12月、ロイヤル・アルバート・ホールでの最新作を公開予定している。ヘンリー・ヒューズ氏。呼び声高いヒューズ氏は国内で最も成功した音楽家の一人としても知られている。最新作の完成に余念のない彼は、今回の上演をこう述べた。皆さんの前で、私の作品をもう一度披露できることを、とても誇りに、そして嬉しく思います。ヘンリー・ヒューズ氏の写真。若きウェールズの音楽家が国内の各地劇場で公演。トーマス・エヴァンスの写真。若きウェールズの音楽家トーマス・エヴァンス氏は、今週発表を行った今後の活動として「こよ」をオーケストラ用に編曲し、国内の各地で上演を行う予定とのこと。この主人公の名前ってさ、トーマスじゃなかった？ふざけんなよ、こっち来た瞬間誰か呼んだろ。来たよ。もう一回鳴らす。 OK いいよ。煽ってやる。煽り。他には？見たいだけ。余裕だね。これ後ろから来たら終わるね。ちょっとそろそろチャットしよう。あ、OK。 いや、他のところもしかして鳴らしたら行くんじゃないか。よくわかんないところ鳴らしてみよう。おー、ナイス。そういうことね。はいはいはい。こういうの嫌い。大っ嫌い。怖いの。こういうホラー嫌い。何？嫌いって言っちゃいけないか。ごめんなさい。2階まで行く方法を探す。
はいはいはい。でとりあえずセーブして、今日はこれまでということで、また次回明日動画撮影するんでね、ちょっと一旦これだけ通れませんね。どうやって行くんだろう本当に。でこのセーブが終わったら、あ、これだけ。なんか別の音声入ってないか。やばくねこれ。多分これ捕まったでしょ、もうこんな。もう行って帰ろう。よし、これで一旦ねパート2終わります。次回はね、次いつ休みだっけ。明日、おそらく明日出せると思うので、明日と何日、28日なんで、明日の火曜日ですね。29日火曜日に出せたら、また続き明日やろうかと思います。それではね、最後まで見ていただいた方、ね、ね、この動画を見ていただいた方、応援してくれている方がもしいれば、本当にありがたいので。ございました。またね。